はい、皆さんこんにちは。今日はこのフォームローラーを、使ってエクササイズ、できますので、そのご紹介です。フォームローラー、ジムでも、一般のご家庭でもおそらく、こういったものをですね、持っていられる方、最近は増えてきてるかなと思います。まあ、ネット通販で調べてみると、まあ約2000円から5000円ぐらいの価格で販売されています。主にこのフォームローラーの使い方といたしましては、まあ体をほぐす、まあ足の下に入れていただいたり、背中の後ろに、こう引いた状態で、寝た状態でこうこれをコロコロ転がして、体をほぐすという目的で、使われている方多いんではないでしょうか。ただこれ体をほぐすだけではなく、実は全身のエクササイズができてしまうという優れものです。このフォームローラーを使った全身を引き締めていく種目を今回はいくつかご紹介させていただきたいと思います。ちょっとカメラの位置少しずらします。はい、ということで、こちらの使い方では続きましてご案内させていただきたいと思います。これを縦にフォームローラー置きます。置いた状態で少しバランス取りながらになるんですが、頭から、まあ、肩のあたり、これで少しバランスが取りづらい方はもう少し後ろに下がっていただいて、肩甲骨もしっかり乗る状態でバランスを取っていただくといいかなと思います。まずは肘は床につけておいてください。この状態でバランスを取るだけでも、お腹から背中、お尻周り、意外と使います。まあ、軽く自然と呼吸を繰り返しながら、まあ、1分ぐらいキープするだけでも、かなりお尻から体幹にかけてはしっかり使う形になります。さらにこれを少しずつレベルアップしていきますと、両手を上に上げる、この状態でまた同じようにキープしていただくと、より強度が増します。で、ここから少しずつ足の動きにも注目していきたいと思います。足を伸ばして、片足を伸ばして上に上げます。これは結構下腹部の、この下腹のところも使いますし、足を上げながらこう筋肉を伸ばすこともできます。この上げている足のももの裏側の筋肉のストレッチにもなりますし、まあ、反対側のお尻周りであったり、もちろんこちら側も使うので、ヒップアップにも結構効果的です。さあ、徐々にまたここから運動強度をアップしていきましょう。手を上に上げた状態、ここからですね、手を動かす、上半身の動きにもこれすごくいいです。体が若干こう手を動かすことによって左右に体ぶれやすくなりますから、体幹筋群のエクササイズにもすごくいいものですね。ここからさらに難しくしていくと、手を上に上げた状態を作って、ここから足を上げます。ここまで来ると結構運動強度高いですね。この今の動きに手の動きを加えていきます。これ結構集中力がいる種目になりますので、一回ちょっと僕黙った状態で動かしてみますね。といった感じで運動強度を増すことができるので、これ実際にやってみていただくと分かるんですが、結構全身を使っていい汗がかけます。で、さらにいろんな道具を使ってエクササイズのバリエーションを増やすことが可能です。例えばペットボトル、また
使っていきたいと思うんですが、これを使ってですね、ちょっといろいろまた種目をやってみます。まあ、この状態で、上に上げた状態でダンベルのプレス動作。これ胸周りの筋肉、結構使いますね。こういった形。で、これをですね、もう少し横に広げたダンベルフライ動作、腕を上に上げた状態、肘を軽く緩めた状態で広げていくといった形で、このフォームローラーを使ったエクササイズたくさんありますので、ぜひ皆さんも試してみてください。